なんかこいつらバラバラなんだよな。真ん中に行ってみようか。アルベドの30秒っていうこの花がさ、結構置いてかったりするんだよね。じゃあまず行く脇から行くか。で、普通に自発的なシールドも入れつつ。で、北斗、次は。で、アルベド。いや、さすがにこれはきついか。ああ、さすがにこれはきついな。さすがにこれはきついな。割れない笑い。硬い笑。さすがに回転してるやつに突っ込むのは無謀だわ。まあこういうこと。こういうことです。もうこれでわかるよね。もうこれ、うん、じゃあどうしようかな。本当はね、動画で初出ししたかったんだけど。はい、じゃあアルベドってどんな使い方してますか。そうだな、元素スキル刹那の花置き型タイプのアルベドにしようか。そのアルベドに合うアタッカートリックフラワー3本出て全滅した記憶がと、その置き型タイプで遊んでしまうはずのサブステータス4つの中の1つ、元素熟知を入れるか入れないかの話、これを今からやりたいと思いますね。まずアルベドだな。アルベドの話をおさらいするしかないな。うん、熟知は持った方がいい。でまずね、僕が今使ってるアルベドは基本的に花で戦うアルベドを使ってます。で、刹那の花会心で後半 50% の後半ね、これかダメージ量 25% 増える 50% の、これが2万出る。この後後半守衛でね、守衛で2万出ます。で、これを使うようにちょっとやっていくんですけど、これの前提条件として、刹那の花って2秒に1回、うん、ユーロ級ですねこれ、うん、ユーロ級の情報で、他のところで僕が見たかなりでは、元素熟知では、うん、ありがとうございます。元素熟知はいらないって言ってる方がしかいません、うん、でも俺は絶対にいります。ありがとうございます。はい、何回も言いますけど絶対にいります。なぜなら、この元素スキル置きタイプ刹那の花でダメージ与えるタイプって必要ステータスがあんまりないん俺もいると思う。うん、絶対にいるの、うん、これがなんでか。まずね、なんでかっていうのは、はい、じゃあアルベドってさ、アルベドのスキルは元素エネルギー出すので元素爆発ループしやすいから熟知必要なんすかね。違います。起きますね、ブルニーズさん、違いますよ。で、これで殴るとこれでダメージ与える、これって元素攻撃なんでね。岩の復活は少し遅めですものね。ね、1日に1回だからね、うん、まあシールド強化なんだけど、まず炎をつけます。で、この時に結晶出ますよね。で、結晶今取りましたね。で、キャラロードになりますね。カウントは違くてね、社畜じゃないんでね。で、これでシールド拾いました。このシールドの性能って何かで、順序と言え、順序教えるね。確かに今現在スキルで攻撃してこの結晶出したのって北斗なんですけど、どのタイミングで結晶が発生したのかっていうとね、で、北斗で元素で殴ります。殴った後に、あ、ごめんなさい、間違えた。北斗で殴った後にね、ここタイム押せないからね、ここで元素攻撃を当てて相手に元素が付着した後に追加で刹那の花が後から攻撃するんで、その時に一緒に結晶が発生するわけですね。結晶発生しますよね。ってことは、この結晶ってやっぱりアルベドの元素熟知が
関わってくるわけです。要するに叩いてる人の元素熟知じゃないんです。なぜなら後から出てる岩のやつで出てるやつが反映してるから。だから元素熟知ゼロのやつで叩いてアルベドが退場中だとしても全然 OK なのよ。良きだと思う。育ててたんだとしたらいいよ。で、ならこれ持ったらどうなるのか。こうなります。うん、ダメージ吸収量がプラス 65.4% 上がります。これって 何を基準としてるのかって知らない方が多いんですけども、アルベドはレベル80で止めてもいいですよっていう発言をする方います。止めちゃダメです。レベル90にしましょう。結晶シールドの基礎値ってやつはレベル依存です。なので、レベルが80とレベル90とかだと、アルベドのパーティーが落とす結晶の塊の強さが全く変わってきます。多分ね、そのままの素体の数値とかだと、300、400ぐらい元値で変わってくると思う。その計算がめんどくさい理由としては、うん、ダメージを受ける側の防御力によって数値が変わっちゃうから、うん、だいたい体感それぐらいで、その数値って大して変わんないじゃんって思うかもしれませんが、これがね、それに対してダメージの吸収量が 65% とか上がってる。だから1000レベル90になると1500ぐらい基礎値がある状態に 65.4% とか乗ってくるってことなんですよ。加算されていくのね、 65% わかりますか。なので元素熟知が高ければ高いほど、ポロポロ落ちるやつのダメージ吸収量が高い結晶が落ちてくるから、アルベドはしっかりレベル90まで上げた方がいい。これの理由としては、結晶があるときって岩共鳴のやつが攻撃力 15% 乗ります。で、アルベドがもしね6凸だった場合は、この結晶が壊されたくないですよね。ってことは、この結晶が岩共鳴で 1.3 以降 20% さらに上がるじゃん、岩共鳴で。やっぱり持ってて正解だった、うん、そう、持ってて正解だから、これで正解なんだけど、ここで終わっちゃダメだよ。ここで終わっちゃダメだよ。こんなのアルベドの今の話のこんにちは、初見です。 3% ぐらいかな。 3% ぐらい。絶対必要というわけではないのでは、結晶シールドの時間帯、はい、では教えましょう。直接は、直接、うん、だってこれで終わんないでしょ。こんなの当たり前っていうか、今事前知識だよ。初見さん、ありがとうございます。火力に直結しないのであれば絶対に必要というわけではないんだけど、必要です、残念ながら。で、この結晶が2秒に1回出るっていう設定、うん、なんで2秒に1回出んのって話でしょ。じゃあちょっとやってみましょう。防御力が700-800ぐらいのアタッカーであれば、こっからが本番だからね、700-800ぐらいのアタッカーであれば、2550の攻撃力をね、受け止めるぐらいの結晶になってます。2500ぐらい、アルベドの熟知が250ぐらいあれば。これ一応生物のところにさ、ほら、熟知35とか熟知61とか熟知79、これが一応盛られてる状態、これがあるとそれだけ変わってくる。だから1000近く変わります。1回、本当に2秒間に1回出るのかって話になると、これが出るんですね。はい、出てますね。で、深淵でこれでも出ますよね。で、これで継続炎ダメージ、これで出ますよね。これ今何起きてるのか見てください。ずっと殴り続けてますね。はい、今打ち合ってますよね。見てください、深淵の HP あんなに打ち合ってんね、気候でしょ、気候なのに、ほら減ってなかったでしょ、この剣が50の状態から。2秒に1回2500回境みたいなもんやんつよ。でしょ、それぐらい回復するから、まあ食らいながらもできる。しかもさ、これってさ、でも2500だったら守衛の攻撃力の投法が高いから、嘘だ、2500で今ノーダメージで済んだの嘘だ、お前嘘ついてるだろって思うじゃん。全然違います。なぜなら、実はシールドの耐久力って
ただの数値じゃなくて、シールド持ってる人が食らうダメージが防御力依存なんですよ。だからシールドが割られて本体が防御力じゃなくて、シールドもその個人の防御力が加算されるわけなんですよ。これすごい話なんですけど、シールドを受けるキャラでシールドを残しておきたいキャラっていうのは、防御力が高ければ高いほどそれがどんどん乗ってくるわけですよ。もうこれ言えばもう全然違うよね。だからさっき言ったのは防御力が700から800ぐらいのメインアタッカーだったら2500ぐらいだっていう話ね。じゃあ本当にそうなの知らせっていう感じじゃないですか。本当にそうなんです。行きましょうか。まあこれ出しますよね、うん、で結晶を拾ってあいつに殴ってもらいましょう。試しに防御力700ぐらいのやつ。仕事戻ります。はい、いってらっしゃい、ゴリアズさん。じゃあこれで何の攻撃受けようか。何技を受ける。ストンピングじゃなくて、じゃあ手ばさみ受けようか。はい、1734でしょ。ちょっとストンピングじゃダメだな。手羽さん、ほら壊れませんよね。ってことはだよ。おそらくは北斗がシールドを持ってたら。質問なんですけど、飛行の武器って何が強いと思いますか？砲機が強いと思う。今1700ダメージ食らってたよね。1700食らってたよね。1700食らってたのは700防御力の北斗なんですよ。あ、北斗なんですよ。菅ちゃんさん、こんにちは。はじめまして。でしょ？わかる？こっからが本番なんだよ。でも壊れなかった。ってことは2500あるであろう防御力の結晶が深淵が装備すると、深淵の方で食らうと、さらに1700上がってることになるんだよ。ってことは何がいいのか。防御あると結晶が別物だね。すごい。別物になるってのがこれ誰も知らない。結晶シールドって壊れやすいイメージ、全然ダメなイメージだけど、これも普通にシールドだよね。ふむふむ。うん、もちろん、うん、はい。この剣を持った6突深淵を持っているのですが、うん、深淵にアルベドの結晶シールドを取らせればとても強いですかね。強いです。だ、向こうの場合だもそうだし、例えばだよ、分かりやすいように深淵に気候体験を分かりやすいように持たせてただけだよ、今。分かります？分かりやすいように俺持たせてたんですよ。強いかどうかっていうか、分かりやすくね。要するに、殴り続けたいでしょ？ 2 秒に1回、どれぐらいか分かんないよ。4000とか5000ぐらいの結晶シールドになってるわけだよ。おそらくね、2発食らうとかめんどくせえからやってないけど。はい、これ白衛の剣に変えましょう。防御力2700に上がります。殴り続けてたらもっと上がりますよね。じゃあこれで結晶シールド拾ってったらどうなるんでしょうかって話になるから、白衛の剣でね、6突で防御力に加算される。俺言ったよね、基礎攻撃力値に低い、4000回また、うん、それ以上だよ。4000以上。昨日言ったよね。基礎攻撃力が低いやつでも、ね、ノエルとか深淵とかだったら、防御力でパーセンテージ、攻撃力パーセンテージが上がるようなキャラクター、こういう、深淵なんです。じゃあ、これで殴りに行ってみる？カナトエン、ノエルとの相性やばいな。うん、ただ、深淵はさ、自分で炎を出せるでしょ、元素爆発してシールド出して、さらにシールドもつける。ノエルの場合ってさ、結晶を落とすためのさやつって、例えば行く脇とかそのバーバルとかさ、元素付着した状態で突っ込むならさ出せるんだよ。付着させれるからね、相手に。だけど岩だからさ、それができないじゃん。できませんよね。だから俺は深淵の方が合うかなと思ってる。さあ行きましょうか。しかも元素爆発打つなくて銃撃で済むからさ、行くよ。まあしかも俺なんでか北斗で元素爆発打つぜ。これだけ。あ、そっかのエルだと結晶が。これでほらほら。ダイヤ流の仕事をどうやって集めるのがいいのかな。ほらもう結晶拾いまくってるから、結晶新品だよ毎回。ほら、確
かにシールド壊れないのであれば熟知必要なことが分かりました、うん、ありがとうございます。はい、以上です。これがアルベドに合うキャラクターの説明。アルベドが元素熟知から始まってアルベドのキャラ合う、それ深淵が答えイコール答えっていうのが成り立つっていう話。さすがにこれはきついな。割れねえ笑い。硬い笑。さすがに回転してるやつに突っ込むのは無謀だわ。まあこういうこと。こういうことです。もうこれでわかるよね、もう。